やべ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 、ほらやばい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 。皆さんこんにちは、私の名前はおーちゃんと言います。今から飛行機乗ります。石垣島行くよ。行くぞピカチュウ。ピカピカ。石垣空港に来ました。石垣島の海にはね、こんなどでっかい、どう考えてもヤバいシャコがいるんで、ヤバい二枚貝がいるんですよ。こんなでっかい、これがバクって閉じたらもうギャーッって腕がもげますから。危ない危ない危ない、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 ひょー、見ろ、海だぞ、海だ、海、石垣の海。おー、やばいよ、コバルトブルーや。来ましたね。あ、やっぱ日差しが凶悪だわ。いろんな生き物出とんじゃないか。まあね、ゴキブリとかヘビとかね、カエルとか。オオジョログももう結構大きくなっとるな。でも日本で、そう、日本で一番でかい増毛性のクモ。この素網で金魚救えるらしいけど、本当かな。一回やってみてえな。オオジョログもまたおった。え、でかくねこれ。結構すでにでかいんやけど。でかいでかい。オジョロ。え、これ成虫っすかね。もう成虫なんじゃけど、だいぶでかいだ。危ないぞ、お前。逃げるぞ。危ない。今から、あいつを取ります。なんか食っとるあれ。お手入れしとんの。お手入れしてますね。お手入れしてますね。じゃあ、この網で。それでね、取ります。ほら、うわ、よし、入れ。あ、上に逃げようとする。逃げようとする。待て。よし。うわ、どっか落ちた。でけえ。どこに落ちた。でけえ。ここに落ちましたよ。ここにいます。あ、おった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 。でけえ。おった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 。よっしゃ。待て。待て待て待て。よっ。噛まれやんよ、気つけんとな。よっしゃうりゃうりぇやったぞ捕まえたぞ、オオジョログも。うりぇ化け物なんだけど。やばいやばいやばい、えぐいえぐい。えぐいって。うわぁ、うわぁ、危ない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 。なんかついとる？なんかオレンジなもんが。あ、いや違う。この、ここの楽脚の根元がオレンジなんや。沖縄のやつとなんかちょっと違うな。沖縄のやつここ黒かったような気がする。気のせいかな。俺の記憶違いかもしれんけど。うわぁ、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 オオジョログもメスですよ、これ。よしよし。ほらほらほら、やばい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 、クソバカでかいのこれ。よし、これ持って帰って、お前んちの作業部屋に巣張らせるぞ。お前の作業部屋に巣張らしたるわ。パワハラですよ、パワハラ。パワハラですよ。よっしゃ。これだってさ、こんなんさ、うん、普通の飼育ケースじゃ無理やって、こんなん買うの。まあ、そうですね。ちょっと、さっきの巣もでかかったですもんね。うん、ちょっとあんま狭いケースじゃかわいそうやから、うん、だからゲリちゃんの部屋貸しちゃってよ。嫌ですよ。ちょっとスタッフの部屋貸したってかわいそうやろ、狭いケースじゃ。捕まえんなよ。ちょっとこいつ収容しようか。危ねえ。あ、ちょっとその前に写真撮りたい、俺。7月でこんなでかいの。まだ7月ですよ、あんた。あんさん。やばくね、これ。タランチュラレベルの。俺の手と比べて、この人。うん、はい、気をつけて、噛まれんなよ。うわ、でっ、噛まれないように気をつけて。すっげえ。やば。この、うわ、この糸がめっちゃ丈夫なんですよ。パトちゃんも乗しとく、うん、経験経験。うわ、噛まれるなよ。危ないからね。うわ、うわ、危ないから結構痛いんすか、これ。いや、俺噛まれたことないから、そいつには噛まれたくない、俺。噛まれたくないな、こいつは。絶対やばい。ウカデとどっちが痛いですかね。あー、わからん。おとなしくなった。おとなしくなった。あー、すごい。よし、これで写真を撮ろう。20センチぐらいあると思う。マジでそれぐらいあると思う。やばいな、これ。おー、落ち着いたね。観念したか。観念したっぽいね。じゃあ、こいつ収容するか。これ入るかな。割とでかいな。あ、そうですね。ギリギリ。いや、大丈夫、大丈夫。入るから。沖縄でこれぐらいのやつ入れたから。入るが良い。うわ、噛まれないように。危ない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 。ほら、こうやってしたら無理やり。あー、でもちょっと、あ、こいつ結構足がでかいな。はみ出ちゃうな。はみ出しちゃうね。無理せん方がいいかもしれんな。かわいそうだからで。まあ、こいつ規格外の足が長いね。入らへんわ。ちょっともうちょっと奥に詰めてくれんかな、君。これ規格外だわ。エンチンカーに入らへんで、あんた。やばいって、えぐいって。ほら、うわ、はみ出してる、ほんとだ。ほら、これ。あー、それ蓋閉めたらちょっと足かけちゃいますね。足折れちゃうね。入らんやつ初めてやぞ、これ。なんやかんやで入るもんね。入らん子初めてよ。おめえが初めてやわ、入らんやつ。タッパー出すか、めんどっちいけど。やだな。え、でも、でかいわ。本体サイズ規格外やわ、これ。足が長いんだわ。これ、これ太らせて食ったらうまいんじゃね。うぅ、うぅ、危ない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 、ちっちゃいからな。オスついたか。オレンジのやつ。あ、おった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 。これがね、オオジョログモのオスです。この子がちっちゃい。もうメスと比べてこの大きさですよ。ほら、
この小ささ、これは余裕でエンジン管に入ります。数十倍違いますよね。もしかしたら数百倍違うかもしれない。メスが獲物に夢中になっとる間に近づいて交尾するんだ。ちょうちやんこみたいな。そうやな、マジで。あ、確かに一種レベルだな。ほぼ映ってないぐらい。もう何匹かと、何匹おったよな。危ない、ちっちゃい、ほんとだ。危ない、痛い危ない、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。よしよしよし、危ない、危ない、危ない、よしよしよし、よしよし、あー、センキュー。よしよし、大丈夫、大丈夫、すぐそこやから車。大丈夫やって。そう、ここでストップかけとくから、ほら。やばいやばいやばい、肩くる、肩くる、肩はちょっとやめて。肩はやめてくる。あ、腕の。あ、ごめんごめん、大丈夫。なんかパンパンの状態で落としちゃったら弱っちゃうからね。もうすぐ車やから、ちょっと待って。登ってこない。牙。やばいよ、これ。噛まれたら痛いじゃ済まんぞ、マジで。うわ。黒光りしとる。くれ。くれ。うわ、危ない。この歯がやばいのよ。入れ。よしよしよし。おー。ちゃんと足を折りたたんで入れておくれ。あー、いい感じです。よし、いい感じやな。本州までこれで我慢しといてもらいましょう。やったー。でスタッフの部屋にスッと貼らせる。なんでですか。スタッフの部屋に自分チェンしてくださいよ。いや、ダメこれ散らかってるから。他の部屋でもいいでしょう。まあ、よし、じゃあ持って帰るぞ。同居しなきゃいけないんだ。チョルキー、ほら、よっしゃー、よっしゃー、ほら。これでも十分でかいけどな。でかいでかい、割とでかいわ。うわ、さっきのことじゃないけどもプリプリですね。まだこれは成長余地あるな。ああ、噛んどる噛んどる。やばい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 。やばいやばいやばい。ほら。うわ、やばいやばい。これはエンチン管でいけるだろう。さすがに。でも本州のジョロウグモの何倍もあるぞ。やばいぞ、これ。大ジョロウ。うわ。よし。これは入るだろう。ほらほら。入った。収まった。余裕で収まりましたね。これぐらいがちょうどいいわ。さっきはでかすぎ。うん、じゃあこれぐらいやったら放っても大丈夫でしょ。嫌ですよ。大丈夫。いける。嫌ですよ。これぐらいやったら大丈夫。いける。嫌だよ。また大ジョロおった。ああ。まあちっちゃいっすね。いや、でかいよ。でかい。さっきのがでかかったから。まあ、さっきは規格外でかかったからな。うん。全然ちっちゃいわ。こんなんだったら全然余裕。お、逃げた。お前、行くんか、すぐ。それで行けんくもないけどな。危ないぞ。危ない。釣りました。うわ。よいしょ。ケツからですか、これ。ケツから入れるの。見習いが。ケツから入れるんだよ。噛まれそうで怖いですね。大丈夫。てか、コンクリ熱いから、草の上でやった方がよくないか。なるほど。草入って、コンクリの熱いから。てか、そのまま入れんか、君。ああ、そいつやったらそのまま行けそうな気がする。確かにそのサイズならいけそう。あ、いった。よしよしよし。いい子ですね。よっしゃー、よっしゃー、やったー。お前どうしよっかな。着替えるにやろっかな。安尾くんにでも食わせるか。着替える、噛まれへんかよ。あ、確かに。牙折っといた方がいいですかね。それが心配やな。牙折ってあげよっかな。